さくらです。もう食べまくるプラスも飲みまくろうと思ってきました。英語のコンビですね。お願いします。やばくないですか。だって、はい、どうも、サムライイーティングチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、マックスです。私は、まず皆様にお詫び申し上げたいことがございます、はい、今までふざけにふざけまくって大変申し訳ございませんでした。これからは一切笑いのない真面目な日本の文化だけを伝えるチャンネルにしますので、どうぞよろしくお願いします。改めまして大変申し訳ございま…うっさーカチューカチューアイワンチェーン。はい、やってましたマックス杉のサムライイーティング。皆様、正直僕はこのチャンネル息抜きでやらせてもらってますんで、これからもこんな感じでいきますね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は本日、いやもうごめんなさい、場所の説明とかどうでもいいや。皆様、コンバースご存知ですか。スニーカー、ちょっといいですか、下行ってもらって、はい、今日こちらなんです、僕履いてんの。皆様、コンバースには種類が何種類かあるのご存知ですか。これね、みんなそういう話どうでもいいと思ってるでしょ、うん、続けますからすごいそんな感じでございます。はい、これサムライっていうのは何の関係あるんですか。知らない改めましてよろしくお願いします。本日はですね、こちら、うん、飯田橋畑さん、はい、場所はですね、JR の、水道橋駅じゃなくて飯田橋駅。そうだね、いや飯田橋言うとるやんっていうね。飯田橋駅は徒歩1分弱ぐらいのところにあります。こちらあれなんですよ、宴会個室、野菜屋、つゆしゃぶ、鶏料理、こちらに特化されたお店さんで、今日は、やっぱしゃぶしゃぶ、すき焼きといえばね、日本のお料理なんで、こちらのしゃぶしゃぶをご紹介しながら、やっていこうかなと思ってるんですけれども、こちらね、お酒も結構いろいろあるんですよ。ここ見ていただくと分かるんですけど、この今日いつも以上にオープニング長いでしょ。長いね。これまだまだ続きますから。マジかよ。はい。ゲスト待ってんだけど。で、この中に言っちゃったな。言っちゃった。僕好きな色があるんですよ。はい。この中にはない色。すごい下手な紹介の仕方してるな。僕ね、夏だけど桜色は、そうなんです。木更木さくらさんです。どういう。どう入ってくる。お座りいただいて全然わかんなくて改めまして本日のゲストはですね、こちらサムライティングのチャンネル、ね、初出演か、出演ですね、はい、さくらさんです。お願いします。はい、お願いします。さくらさん、簡単にカメラの前の皆様に自己紹介などございましたら、はい、大食いなんですけど、食べるより飲む方が圧倒的にすごいって自信があるさくらです。もうさくらさん、あれですよ、高知県のこんななんかお相撲さんが優勝するような、なんですかね、杯か、でっかいです、あれの大会とか出ちゃうしよ。そう今日も食べまくるプラスもう飲みまくろうと思って来ました。飲む気満々だった。なんで、はい、僕はもうお酒飲むとゆでだこになっちゃうんで、僕はまあ食べる方に行くんですけど、さくらさんを食べるだけじゃなくて、まあ、いつも通りなんですけれども、うん、飲む方もお楽しみいただければなと。はい、で、2人のエピソードとか、あと大食いの歴とか、まあいろいろあると思うんで、そのトークを混じらせながら、たまに電池切れるんですよ。はい、はい、はい、そんな感じでやっていこうかなと思ってますんで、よろしくお願いします。それでは、いつものどうしたなんか緊張してるのかな。緊張してるっすよね、なんか思ったんすよ。ちょいちょい一時停止入るんですよね、じゃあ行きます、はい、レッツイーティー。いや、映ってない。こっち左右逆だ。何このゆるさ。何このゆるさ。はい、それではこちら整えましたので、うん、まずはいただきますか。すごいいい香りする。じゃあ行きますか、はい、せーの、いただきまーす。いただきます。はい、じゃあ、まずはやっぱお飲み物から。あ、確かに、はい、ビールください。じゃあ僕もビールで。
こんな綺麗な女性がね、お酒飲むのにね、男が飲まないなんてね。カルピスとか口ずが下げても言えないですよ。言えないですよ、言えないですよ。どうぞどうぞ。ありがとうございます。わ、冷え冷え、最高。最高、冷え冷え。まだまだ暑いから最高です。じゃあ、乾杯。皆さん、乾杯。乾杯。いや、ここ、あれずれてる、こっちが。左右が、左右。みんなお疲れ。いいですね、こういう始まり方いいな。待って、早くね。早くね。おいや、もうコーラビールくれた。めっちゃ美味しい。いや、俺、いや見て見て、だってマックスを見て3ミリだよ。あれもう試食みたいな、味見の量ですよ。いや、俺、結構佐藤さんの動画見ちゃいました。じゃあいいっすか、食べていいですか。ガンガン。もうじゃあこれ、ね、お出汁ってどんな、これ、あれなんですかね。あ、じゃあ今説明させていただきます。はい、お願いします。はい、じゃあこちらですね。こちらまず一番左が、昆布出汁ですね。昆布出汁。はい、こちらがすき焼き風の出汁になります。で、こちらがマーラーです。ちょっと辛い出汁になってます。で、こちらが薬膳パイタンダンですね。美味しそう。はい、いいですね。結構、なんだこの、八角の香りがする。あ、昆布だし美味しそう。シンプルにこれ、ゴーヤ入れたことないんですけど、どれに合うと思いますか。ゴーヤはですね、もう軽く湯通ししてあるので、うん、このマーラーとかに入れていただけると。 あとは豚と一緒に巻いて食べて。はい、はぁ、なるほど。これ豚と巻く。これタレが、はい、ポン酢ごまだれとこの自家製和風つゆって言ったんですけど、はい、この和風つゆってこれ何ですか。和風つゆは、かつおだしベースで、お店の方で作ったおだしになってまして、さっぱりと、あったかいとこだしになってるんですけど、さっぱりとお召し上がりいただけるので。これ、何が合うとかってあるんですか、ちなみにタレ。確かに。タレは、和風つゆは基本的に全部合わせやすいだし。全部、はい、え、へぇ、あとすき焼きは卵だったりとか、はい、でパイタンはごまだれだったりとか、うんうん、パイタンはごまだれ、はい、辛いのはどれが。辛いのはもう結構味がついてるので、そのままお召し上がりいただけると思います。あ、わかりました、ありがとうございます。もう全部おいしい。これどれでも合うのってか、適当に入れて。でも、わかる、こうなるよね。わかるわかるわかる、すごいわかるよ。結局しゃぶ、多めの人ってしゃぶしゃぶ行ってもしゃぶしゃぶして1枚ずつ食べるじゃなく、もうガッて入れちゃって鍋になってしまう。そうそう、鍋になっちゃうね。ここで、はい、あ、お肉で、ね、おえー、すごい。なんすか、このお肉は。うわー、英語の神戸牛になってます。英語の神戸牛ですね。座布団です。え、これ食べ放題。食べ放題です。やば、これ食べ放題なんですか。全部食べ放題です。すっごい、これは最初シンプルに昆布だしで、はい、つけていただいて召し上がりいただきます。これ美味しい、やばい。これじゃあちょっともうシャブシャブして。今肉の時間なのにごめんね。マッシュルームめっちゃでかくない。これやばいよ。これ結構レアでも食べれる。あ、全然もうレアで食べれます。ちょっともうレアぐらいで、ちっちゃいマリオが食べたら、まじ大人のでかいマリオどころか、多分老人ぐらいになりますよ。成長速度半端ない。男子ならわかるですね。男子ならわかる。そう、わぁ、これやば。じゃあお肉ぶっこんじゃおうかな。もうこれ野菜のお箸でしょ。あ、今回ね、お肉と野菜と食べるお箸全部分けてますんでね。ちゃんと、まあ、当たり前か。食べやね、いつも。え、なになに、しゃぶしゃぶどうすか。あ、もうもう、あ、これ歯茎しかなくても食べれるやつ。例え方。あ、なんかこの出汁がすっごい美味しい。ん、え、出汁すごい美味しい。あ、本当に。ちょっと、もう、え、何で言った最初、つゆ。これ一口でいけそう。俺すき焼きでいこうかな。本当やばか。すいません、お皿お願いします。はい、あ、さすがだな。美味しい。これはこうやって入れて、これで取るんですか。でも今度こっちで取る。あ、そうです、さて。はい、わかりました。じゃあ僕はスッキーでいきます。すき焼きでも美味しそう。せいや、あらっ、あらららららら、もう一回出し。これもう何枚分。残り、皿の残り全部分。いい表現だね、皿の残り全部分。これは本当に美味しい。でん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 と、うへ、うへ、うへ、どうすか。うん。
もう最高、本当にからのビールおいしい。またこれはもう一回、ちなみにお肉に入れて食べたい。はい、お、じゃあ次の肉いっ、ありがとうございます。次はこちら、牛タンです。牛タンしゃぶしゃぶ、牛タンは何を言っていましたっけ。やばい、肉やばい。牛タンのおすすめは、僕のおすすめはこのマーラーにつけて、マーラ、はい、食べていただいて。すごい、タンだけど薄く切ってるからなんかすごい、ちょっと食感が想像できない。これもすぐ、お願いします。いや、牛肉やばかった。シングルバージョン、ありがとうございます。もう本当に、本当歯ぐきだけで大丈夫ですね、あれ。持ってたらもう喉だけあればいいみたいな感じだよね。そう、つるんでね、そのまま飲めそうだった。すげえ独特な食べ方でした。いやでもね、多分分かると思いますよ。そう、食べればすっごい分かる。これおすすめのつけだれありますか、マーラーは。和風だし、このまま味付いてそう。はい、これでいただければ。牛タンも結構レアのが美味しいんですかね。牛タン、牛タンはしっかり、しっかり、はい、入れた方がいい。はい、じゃあしっかり、ちょっとこうやって食べてみよう。ちょっと僕の柔らかさじゃなかったな、あれ。ゴーヤを食べて、卵をいただきます。どうぞ。うん、うん、ゴーヤ、ゴーヤを食べて、そろそろいくかな。辛い思ったより結構ピリッとくる。じゃあちょっとタンはね、ちょっともしかしたら噛み応えるかもしれない。いや、ちょっとごめんなさいね、食を紹介してる番組なのにちょっと言葉にならん。そうなんですよ、さっきから全然紹介してなかった。言葉にならんわ、これは。美味しすぎてきたって言ってんすよ。なんか食べ放題に出しちゃいけない肉だ。あの、お世辞じゃなく本当に美味しい。本当に美味しいってか、本当に出していいのか分かんない。心配したら、いや、紹介したらこの美味しい肉いっぱい食べに来られたら店潰れるんじゃないかって心配だった。ぜひ食べに来てください。なんか潰しちゃいそうな気がする、うん、なるほどね。食べ放題に出していないっていい例えですね。だってあの高い肉だし、それを誰でもスルスルいっぱい食べれそうなやつだから、なんかみんなにそれやられたらなんか潰れそうと思って。これは何ですか。これが和牛のバラですね。うん、まずこれちょっと取っておく。これやばいぜ。ごめんね、ちょっと俺ちょっと我慢できなくてさ。ごめんね、先走っちゃって。これおすすめあります。それはおすすめ、すき焼きですね。すき焼きで卵を作って食べていただければ。ちょっとこれ肉の分厚さがやすごいな。やばくないですか。やばくないですか。うん、俺ダブルですき焼きいっちゃうから。いや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 、これいいのかな。うん、もうすっごい進む。あ、ビールください。僕は割と見慣れてるんで、こういう感じの。さくらちゃんこういうお酒飲める人だっていうの知ってるから。すごいですね。もうしっかり反射する油。え、これ、これ何でしたっけ。和牛のバラ。和牛のバラ。和牛のバラ。じゃあ僕、すき焼きだれ。あ、これ絶対すき焼きに合う。1個は出しに行こうかな。シンプルです。あのね、結構厚いよね、肉が。すごい、これでも1枚一口でいける。普通の人もいる。ありがとうございます。3杯目、3杯目。2杯目じゃないんだ、3杯目なんだ。あー、おいしい。あ、すいません、ありがとうございます。最高。肉で一口でいきましたね、マックスさん。おいしそう。肉が美味しすぎて野菜入れる暇がない。そうなんですよ、野菜一人も食べてないです。これから沈めとくから。あの、厚みはしゃぶしゃぶの中だと相当厚い方なんですよ。なんかね、うんうん、なんかね、確かになんかね、あのね、なんか飲めるステーキみたいな感じ。うーん、なんかね、独特な例えだ。いやもうすごいな、この厚みで、はい、もう全然もう一切そうなってるの、肉特有のあれがないっす。なんかこう、食っていく感じが、はいはいはい、すごい、卵に、うん、
音がなんかそもそもか何かする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 とね。弾力わかんないけど半分。これはやばい。あ、うん。これやべえわ。そして和風だし、うまっ。和風というか。マックスさん的にタレの中で好きなのは今のところ。僕今はまだ卵と和風つゆしか食べてないんですけど、うん、和風つゆのうまさがちょっと際立つ。あ、お待たせしました。次でございます。三重県産の松阪豚ですね。松阪ポーク。松阪の豚。そうです。で、ロースですね。こっちが。ロース。これはどれだろうっすね。これはちょっとさっきも使ったようにこの薬膳パイタン。お、じゃあ行ってみよう。もう長嶋茂雄スタイルで。リッチだ。こうやっておすすめに向かれ聞けるのもいいですよね。何で食べるのが一番美味しいか。え、このパイタンはこれ、つけだれは何かおすすめってありますか。パイタンも、もう結構味付いてるのでそのままお召し上がりいただけます。あ、わかりました。長嶋茂雄スタイル。茂雄スタイル。この出汁が本当に美味しい。わかります。うますぎて言葉にならない、うん、そうなんですよ。ガチでうまいんだなってのがすげえ現場見ててわかります。止まるんですよ、止まるんです。今日俺いろいろマックスさんにもさくらさんにもいろいろとこう、うん、質問させていただこうかなと思ったんですけど、うん、この様子だとまだ大丈夫ですね。まだ逆に食べてる時に言わない方がいいんで後にしましょうか、うん、どうすかマックスさん。またすげえ、ほんとにすげえ、うん、ちょっとびっくりっすわ。どうすか、脂身の旨味もあれなんですけど、この赤身の部分の肉の旨味がすごいっす。へぇ、甘いっていうか。甘いですか。多分食べれば分かる。食べよう。あ、ごま、ごまだれ合いそう。赤身の部分ってちょっと肉が硬いなとかとたまに思う時とかあるんですけど、そういうのじゃないっす。あ、違うんですか。噛むと甘みが出るから、もう硬いとかじゃなくて、もううまい。めっちゃお腹空いてきた。あ、僕正直これが一番びっくりしたかもしれない。え、豚。あ、さくらさんこれからここまで食べてみよう。どうする。あ、でもなんかこのままでも味。あ、一発そのままでいきます。ちょっとこのままでいってた、うん、さ、感動してるじゃないですか。このまま白湯味、はい、肉に引き取られてこのマッシュを忘れるっていう話。これじゃ、うん、どうですかさくらさん。うん、すごい。なんて日本語になってない。でしょ、でしょ、でしょ。うん、でしょ。豚おいしい。合う、これに。あ、合います。ごまだれにも合いそう。油は美味しいとかって。油美味しい。それじゃない。赤身がね。赤身も美味しい。どっちも柔らかい。うん、豚が一番その違いが分かりやすいかな。ごまだれにめっちゃ合う。あ、ごま合う。もうごまやってみようかな。最高。今飲んで気づいたけど、これあれだね、このあれもめちゃめちゃうまいね。この漬け、このこれこれこっちのベース。そう、だし自体がすっごいいい味。この赤身のうまさがこんなに際立つってやばいな。脂身美味しいって結構分かるんですけど、うん、赤身はうまい、うん、どうですか、ごま。合う、合うねー、合うねー。幸せそうで、その食べながらで全然いいですか。今ふと気になったのが、うん、マックスさんとさくらさんってどれくらいの お付き合いというか関わりというか。大会男と女の関係は3年前ぐらいですけど。いやかましいわ。でもまあいろいろあって、まあ、男と女なんで出会いもあれば別れもあったのが2年前から。さくらさん、ぶん殴っていいっすよ。これでやっていいですか。もう飲み合ったな。あ、違うの飲もうかな。違うの行きますか。でも、さくらちゃんはいつだろう。2017年。あ、そうですね。ありがとうございます。2年前かなんかの大会に出た時に、秋の男女混合戦に出た時に初めてお会いして、はい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 、その前から一方通行でずっと動画とか見てて知ってたんですよ。あ、なるほど。あ、本物がいると思って。2017年、恐る恐る。2017年の秋、うん、いや、
約じゃあ2年前ぐらいですね、はい、大体その時は本物だと思ったのに本物だと思って、なんか今はもう何だろう何でも喋れるなんか兄貴みたいな感じ。あマックスさんの性格上なんかそんな感じなんで。え、あの東京予選、東京予選、あの秋のなんだっけ、ダスカルさんとドラコさんと他にいて、なんかその4人だから、うわこの3人と予選で当たって私もうダメじゃんとか大食いのメンツの付き合いの中では結構浅い方です。そしたらどう最近ですよね。うん、でも最近かなり、うん、あ、すいません、何あ、日本酒がなんかいろいろあると思って、はい、じゃあダッサイ、ダッサイ、はい、はい、あとチェイサーでビール、チェイサーでビールってなんだよ皆さん、これが木更木さくらです、はい、チェイサーでビール、もうお酒が、うん、これが、はい、あの Y さんがめちゃめちゃ俺のこれ、こうやってお前これみたいな、そうそう、野菜忘れてた、カメラ外でね、あのうちの代表の Y さんがずっとマックスさんのビールさせて飲まねえじゃんちょっと気持ちほっぺた赤くないですか、僕。いや、じゃあ、あれですね、いや、ほんとそうなのよ、お酒弱い人ってそうだからコスパいいっすね確かにコスパ半端ないっすよ。あ、なんかお玉ってありますか。お玉、はい、あと僕肉欲しいです。あ、肉欲しいです。はい、あ、モンファクさん舞台行きました。はい、すごい。あ、じゃあ次の、はい、いや、もうほんとパイタン、はい、これ何ですか。これが先ほどのまさかフォークの、バラ、ありがとうございます。バラ、バラ、はい、フォークのバラでございます。あ、すごい、ちょっと油が多いんで、これはあの昆布だしで、つゆで、あ、わかりました、絶対美味しい、絶対美味しいやつじゃないですか、うん。鍋ってなんだかんだで豚バラが一番美味しいと思う。あ、わらわら、なんか牛肉は焼肉で美味しいけど、鍋は豚が美味しい。わかるな、それすげえわかるな、すき焼き肉。ありがとうございます。はい、あー、ありがとうございます。お、すごい、とっくりいっぱい、ごめんね、手着させちゃって全然全然、ごめんね、すごいね、ダッサイ、ダッサイ1号さん、日本酒いただきます。あー、美味しい、ダサいってフルーティーですっごい飲みやすい、うん、これこうかな、どうぞダサい、多分大食いしててよく、はい、なんでその食べるのって後半あの惹かれ始めるんですけど、リアクション的に、はい、その気持ちが多分ちょっと俺分かる今、はい、なんでそんな飲めるのって結構それを思ってえみたいな、あのそれ俺らのいつもの感覚です。あ、本当ですか。なんでそんな食えんだろうっていう、多分こういう感じなんだろうなちょっと同じ人間とは思えない同じ、ありがとうございます。小さビール、俺小さ伸びてないから泡消化したぐらいですよまだ俺2センチいったぐらいです。おかしいでしょ、これ。美味しい。さくらさんって、そのお酒の限界とかってあるんですか。ああ、それ俺も聞きたい。限界が、体調いい時だと正直ないと思ってて、あの飲んでる最中にどん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 、なんか人より実はお酒がすごい弱いんですよ。あの大学病院で検査したことあって、はいはい、普通の人ってお酒を分解する力があるから、うん、だから医学的に言ったらマックスさんのがお酒強い、あの、はい、ちゃんと消化して体に吸収されてるから酔う。でも私はお酒を分解する力が極端に弱すぎて、あの分解できないから、そのまま分解されないから血液にも流れないし、血液に行かないから脳に行かないから酔わないみたいな、なんかそういう説明されて、あっと思って、うちひいおじいちゃんの代からみんな遺伝子でそんな感じでちょっと特殊で、人の20倍とか飲んでやっとほろ酔いになるぐらい、すげえ、なんで十何杯とか飲んでも正直もう全然変わんない。全然、え、じゃあもうビールってさ、お酒って感覚あんまない。ない。お酒って思うのはもうテキーラとかそっち系、あれを飲んだらさすがに味、なんか多分気持ちの問題かもしれないけど、あ、お酒飲んでるって思うけど、ビールとか、あの特になんとかサワー系、はいはいはい、サワーはもうジュースとしか思わない。お酒ってさ、飲むとさ、クッてくるじゃん、あのなんか独特のアルコールのクッて、あんまない、ビールとか。あ、ビールとかじゃもう全然全然、あ、炭酸のジカジカみたいな炭酸のジカジカとはビルキンソン飲んでるので一緒。あ、そう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 、え、ビルキンソン飲んでる、全然全然全然食わない、やばくね、全然全然なんともなくて、あ、ただ体調悪い時に、例えば熱39度ぐらいあって、薬も飲んでます、点滴しましたみたいな状況の時とかに飲むと、
結構なんか具合悪くなって、てかまずその状態で飲まないでください。その状態で飲むことありえないですよね、普通の人は。なんでそこで飲もうとするんですか。よっぽど体調悪い時以外はもう本当になんともない。考えてるか、バラン忙しいっすね、食べなきゃいけないし。豚バラをタレで、あーこれやっべー、これやばい。うん、豚バラは普通の和風だれでいきました。あー美味しそう。ポン酢と和風だれ、両方美味しい。バラやばっ。これやばいよね、バラやばいよね。豚好評っすね。うん、いやこれ、ほんとやばい。たぶん、ここに今もやついたら、いつもの、あの、なんか5オクターブぐらい上の声で来てますよ。でも、たぶんそうなるよね。それ、ほんとに。超いや、ほんとに、ほんとにたぶんそういうレベルだと思います、これ。ほんと美味しい。ちょっと俺、僕もっと肉いきたいな。いや、うん、もう、これで今全種類お出ししたんで、うん、あとはもう行っていただければ。お、本当ですか。はい、じゃあ僕、牛バラ、はい、はい、牛バラとは最初のやつ、最初のやつ。あ、一番最初と二番目の、あ、なんだっけ、一緒だ。じゃあ一緒だ。同じか、それ、牛、はい、さっきは野菜も食べなきゃ。あ、そっか、タンか。うんうん、タンでない、間違えた、タン、はい。牛、うん、牛の最初のやつとバラのやつ。一番最初のやつと分厚いやつ。分厚くて二枚だけの。あ、じゃあそうだ、一緒だ。はい、いや、牛ペアで美味しかった。美味しかったんで、豚も美味しい。あのね、うん、もうあの信じられないレベルでうまいっす。うん、あの 100% 生きれることは絶対に食べ放題じゃないです、これは。うん、クオリティ、なるほど、ね、肉の、なるほど、ね、あとこの出汁、うん、これもやばい。出す肉じゃないって、なるほどね。あの思ったんですよ、レパートリー多いじゃないですか、味変というか。あ、確かに。そもそもの味が、僕ね、すき焼きにこのね、ごぼうの味染み込ませて。あー、美味しい。うまいよね、絶対美味しい。ごぼうなんだ、ごぼうです。へー、あ、大丈夫、キレンみたいな、これ。うん、ちょっと僕、すき焼きのお出汁もうちょっとだけ欲しいな。了解です。すいません、お願いします。全体的に足しますね、今。はい、一回、こっち行かれるのであれば、こっち足して温め直します。わかりました。はい、そしたら、じゃあ、そうですね、こっち行きます。はい、じゃあ下地でお願いします。野菜食べよう。もう肉が美味しすぎて、すごい野菜もちょっと。いや、そうですよ、お二人も肉で、さくらさんに聞いたってお酒もかなり。じゃあ俺ちょっとビール頑張ろうかな。美味しそう。じゃあせっかくなんで、今のこの旅で今、あの我々サムライティングのスタッフの方で、うんうん、あのマックスさんとさくらさんのそれぞれのチャンネルの、そのチャンネルの動画に来てる質問っていうのをいろいろちょっと調べてみたんですよ、実は。なんすかこのサムライイーティングのこのチャンネル、なんかそういう幅を聞かせ始めてるんですか。しあ、しし幅を聞かせ始めてるってのは内緒で、内緒で、あ、幅は聞かせ始めてます。出るのね、出るのね、はい、正直。はいはい、じゃあ先にちょっと、ま、そう、あの結構あの、まあ、いろんな質問に答えられてると思うんで、特にこうニッチというか、うん、まあ、ファンの方が特に気になるであろうなっていうのをいくつかピックアップさせていただいたんですけど、じゃあ先にマックスさんがいますね。はい、じゃあまず最初、てれん、すごい似てる。パクってる。めっちゃ似てる。はい、テレン。良きものは良きものは、そうですね。じゃあまず最初に、愛用の水色の時計、ベンチ何回買った。どこで売ってる。同じのが欲しい。以上でございます。水色の時計、あのタイマーで30分。ああ、お肉来た。あ、もうあれはいわゆる家電量販店さんで、あ、はいはい、あの僕はあの有楽町のビッグカメラさんで買いました。ビッグカメで、はい、電池はまだ一回も買えてないです。まだ買えてないですか。買えてないです。へぇ、あ、ありがとうございます。いいっすね。これで何でしたっけ。あ、最初のやつだ。最初のやつだ。うーわ、しわー、すき焼きで食べたいな。あと他にはですね、はい、チビマックスも大食いになるのかな、現時点でかなり食欲あるっていう質問。ミルクをまず飲むスピードが異常に速いのと、離乳食今3回食なんですけど、ご飯食べてる量は多分普通の人の、普通の赤ちゃんの多分 1.5 倍ぐらいだと思います。多いんだ。多分それぐらいかな。だからそこそこですね。まあ、プチプチって感じですね。プチ大食い、プチ大食い。結構その、まあ、お父さんというか、まあ、ジミーマックスでした、まあ、お父さんとかマックスさんの動画見て、なんか、そういうなんか影響されてるものとかはあるんですか。
でも分かんないですけど、僕が結構地方呼んでいただいたことが多くて、はい、遠征とかの泊まりの時とか、あのハニコさんが動画送ってくれるんですけど、あー、奥さん、なんか今日気づいたら、動画、なんか勝手にタブレットとかもスクロールとかするんですよ。らしいで、僕の動画5分ぐらいぼーっと見てたってました。パパの動画見てる、あ、パパいるって。もう遠征先のホテルでも号泣だよね、もうそんなの来ちゃったら。嬉しいっすね、見てんっすね、パパの動画ね。らしいですよ。じゃあ次、さくらさん行きますね。はい、じゃあ次ちょっと経路を変えてですね、家族も大食いですか、お酒強い、まあお酒強いと先ほど、お酒はもう遺伝でもうみんな強い、みんな強い、だから自分が強いっていうのに気づかないまま、なんかこの年になったみたいな。この年、そもそもどこだっけ出身。東北の。東北だ。やっぱそうだよ。普通に喋るとすっごいなまってるっていう。あ、そうなんですか。そういう、もう多分何言ってるか聞き取れないかも。ってことは多分ですけど、結構北の方だね、多分予想は。菅原さんと喋るともうお互いなまって喋るぐらい。菅原さんとはもう素の言葉で喋っちゃう。あ、そうだそうだ。ガチガチの東北だな、多分。ガチガチの東北のど田舎。魔女菅原さんです、ね。そう。ちなみにちょっとですね、今度タレントとしてのさくらさんに対する質問ですね。服はどこで買ってるっていうのがあります。いや、めっちゃ多いですね。なんかコメント欄で肩だけ出てる服着るのが好きで、はい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 、基本でもあんまり決まったお店がなくて、新宿のルミネカルタか池袋サンシャインを適当になんかうろうろして、で1回につき本当もう一気に1日で買いだめで、まあ、3から5万ぐらい一気に、もう 何着も買う。なるほど。でそれを貯めといて、あんまり外に出るのが好きじゃないから、もう買う時に一気にもうグワッと買いだめして、でそれをの順番に着る。で服が着るもののネタがなくなったなと思ったら、またうろうろ買いに行くっていう繰り返しで、着るもののネタがなくなったなっていう。そうだね。もうこれも着たし、これも着たし、もう着るのないなみたいな。あと季節の変わり目とかに、なんか本当もう3ヶ月分ぐらいを一気に買うっていう。なるほどなるほど。バーってまとめ買いしちゃって、うん、美味しそう。ちょっと本当にもう、あとこれかなり女性の方気になるんじゃないかなと思うんですけど、口紅、なんで落ちないのっていう質問結構。動画で一番聞かれる質問がそれ、意外に。もともと口噛む癖があって、噛むっていうかこうやる癖があって、それで自分の多分口を吸ってるのかもしれない。なんで、どういうこと。何意味が分からない。吸うと赤くなるじゃない。自分の口を、なんかよくこう吸う癖があるから、昔からその癖があって、多分常に元の口が赤い。ってことはリップで赤いとかじゃなくて、内緒で赤いって。そうそうそう。でもそういうことですよね。多分そういうことなんだよ、きっと。そう。これ解決なんのかな。あ、でも使ってるやつは一応なんかポケットに入れといてた。あ、一応マキアージュのリキッドピンク400が最近もらった、なんか視聴者さんからもらった、なんだっけ、イヴ・サンローラン、はいはい、これ最近、でも今全然何も塗ってないんで、内出血、これが内出血。内出血でいいかな。まさかの赤身内出血って。すげえ面白いじゃんそれ。内出血ですね。あ、そこでやと思って。あ、ちなみにあれ、お肉の香りとか。あ、全然します。します。あれ、頼んで作ってみましたか。ありますよ、ありますよ。これ、すき焼きの、あ、全部美味しすぎてね、もう均等におかわりしたくなるね。これは豚バラも食べたいし。そうすき焼きがやっぱ、すき焼きとノードルとパイタン、ちょっと辛いの苦手だから、これがランキングつけたら、ちょっとは個人的に。まあ、そもそも辛いのが苦手やったら。そうなんですよ。でも好きな人はこれめっちゃ好きだと思う。だろうね。うん、そういう感じするわ。すごいね、スパイシーな匂いがします。発覚が。あ、じゃあマックさん。はい。ちょっと毛色が変わるんですけど。はい。質問の中で、今まででデカ盛りで心が折れそうになるほど辛い思いしたメニューはありますか。デカ盛りですか。デカ盛りです。デカ盛りです。動画に僕上げてるんですけど、僕のチャンネルの方でパフェ、ん？
なんですけど、チャレンジメニューで4キロぐらいのカフェなんですよ。はいはいはい。で、その真夏に行ったんですよ、うん、であらかじめ予約させていただいて行ったんですけど、うん、その夏なんで、そのすぐ溶けちゃうからっていう感じで、その作ったものを冷凍庫に多分入れられてたのかな、うんうんうん、で、物全部が凍ってるみたいな感じになっちゃってた。あー、不良の事故なんです。お店は悪くないんですけど、悪いとかじゃなくてね、うん、あれ終わった時は、さすがに自分のこと褒めたいなって思いました。冷たいものを水で飲むっていうのを繰り返したんですけど、いや、あれはね、未だにちょっと忘れられないですね。うん、量とかじゃなくて、うんうん、あ、もう量とかじゃなくて、確かにあれは本当忘れられない。寒いと入らなくなる。3キロのパフェでも結構凍えても何も入らなくなるぐらいなんで、あ、まあ、4キロとかありえないです。前確かマックさんが伺ったのが、その胃が冷たくなるというか、本当が冷えちゃうと、うん、広がらなくなるんですよね、うん、胃が、うん、全然もうダメだよね、うん、そういうなんかこう冷たいものをこうでか食いするとかするときって、なんかおすすめというか対処法みたいなのってあるんですか？まあ多分中に入れるときに、あの温かいものと一緒に入れて、ここで冷やさないようにするというか、あ、なるほどなるほど。逆に熱いものもしっかりなんですよ。ここで冷まして入れるっていうのが僕のスポーツ的な観点だとそういう感じです。温かい状態でも胃に落とさない、冷たい状態で落とさない、落とさない、なるべく常温に近い形で中に入れるとここの中ではまあいいかなと。なんか普通に勉強になりました。ありがとうございます。そしてさくらさんがね、お酒止まんないんだよね。飲んじゃった飲んじゃった、うん、上から制覇しようかなって思って。楽しんでいきます。やべえ、これ本だわ。なんて読むんですか？七代、七代一号ください。わかりました。あとマックさん、あとですね、面白いなと思ったのが、フライドポテト T シャツがめちゃくちゃ気になるし、たまに本物着とるんかい着とるんかい着てます。これが、なんて、なんて書いてあるんですか？ロングライブフレンチフライズ。これ大好きなんで。なるほど。どこに行ってんすか？これはね、ベルーシュカでしたっけ？ブーシュカ、ブーシュカ、渋谷の渋谷にもある、あの僕お台場のダイバーシティで買ったんですけど、あ、はいはい、あのファストファッション系のやつ、うん、あそこで売ってました。うーん、去年かな。あ、じゃあ結構最近なんですね。はい。なるほど。すみません、豚バラダブルでお願いします。あ、それかける2でお願いします。うえー、あとご飯系ってありますか？ご飯、なんかご飯と食べたい。あります、俺正直そろそろペース落ちるかなと思って。いや、全然スタートダッシュ、なんかスタートダッシュじゃない。いや、むしろ上がっていく感じがするな。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。これが七段、七段っていう日本酒、2本目ですね。どうしよう。あ、じゃあさくらさん、じゃあお酒をたくさん出るところに挙手もあるんですけど、飲んじゃった飲んじゃったなんかですね、女性の方から、お茶こってもらっていいですか？あ、どうぞどうぞ。あ、これです。一応、なんか全然個人的にこれでいいんですけど、なんか変えた方がいいのかそうですね、せっかくやった。なんか女性の方が結構質問いただいてて、はい、なんで太らないっていう質問が、それすっごい聞かれますね。多いですか？うん、あー、ありがとうございます。卵2個目。結構僕、オーブインのタレントさん、オーブインカーさんの方、うん、あ、あれでも皆さん共通して気になるんですけど、すごい食べるじゃないですか、うん、量もしかり、カロリーもしかり、なんで太らんだろうなっていうのは。いや、もう絶食しかないって思って、絶食、今日これで撮影して食べたから、私この後2、3日は何も食べない。あ、そういうこと。でも、なので、旅行った時が一番太るんですよね。今ちょうど太ってる時なんですけど、めっちゃ太らしいですよ。一昨日まで名古屋1週間ぐらい名古屋と岐阜に巡ってて、はいはいはい、でやっぱ県外に行くと毎日撮影して食べちゃうから、もう43キロだったんですよ、行く前は。今50になっちゃって、だからその1週間で7キロ太ったんですよ、リアルに。女性としては結構ショック。そう、もう本当にヤバいなと思って。体重がっつり公開しちゃうっていう。そう、すごいすごい、素直な方、素直な方。もう本当にもうリアルにすぐ身になるから、もう太ったなと思ったらもう食べない。でも真似しないでほしいから、あんまり言わないようにしてて、そうですね、真似はね、体に悪いから。
もう本当に全然絶食する。50キロでも全然痩せてる方っすけど。いやもう50代にはあんまりなりたくないって結構思ってて、で50代超えたらもう結構47まで下がるまではもう食べないって決めてて、なんで今日はもう元々予定で約束してたから来たんですけど、もうこの後は47まで下がるまで食べないようにしようと思って。ストイック、ストイックですね。ただその部分を見せてないから、見てる人からしたらなんか食べてるのなんで太んないのって言われるけど、でもその編集してる、引きこもって編集してる期間内で落としてるっていう。引きこもり、引きこもりキャラ。もう外に出たら食べたくなるから引きこもる。魅力がね、めっちゃ引きこもり。はいはい、めっちゃ引きこもり。むしろ布団からもうあんまり出ないようにする。もう冷蔵庫の前とかも行かないようにしてる。あ、もう入ってるものに手出す。いや、さりげにあれですよ、マックさん、さくらさん相当するんですよ。ですね。オンとオフを究極に分けて。究極に分けますね、がっつり。でしかもそれを見せないの、まあ、今回はちょっと僕が質問させていただいたから、まあ、お答えいただきましたけど、それを見せないっていうところ。そうですね、聞かれたらあんまり答えるけど、やっぱ危ない、絶食って結構危ないから真似しないでほしいっていうので、あんまり思いっきり喋んないようにしてる。ちなみにマックスさんって、はい、まあ、初めてお会いしてからだけど、まあ、前から動画が見てましたけど、全然こう体型が変わらないというか。それ僕の場合は体型変わらないに見えてるだけだと思いますね。あ、そういうこと。はい、そういうこと。はい、実は脱いだらやばい。結構脱いだらやばい。はい、結構やばいっすね。いいこと聞いたっす。まあ、普通の人よりは多分消化悪いと思うんで、うん、太りにくいくはあると思うんですけれど、うん、でもまあちょっと脱いだらやばいかなっていうのは正直だと思いますね。なるほどね、はい、脱いだらやばいっすね、はい、ちょっとメモしときます。脱いだらやばい、いつかいじります昔の CM でなんか似たようなやつありました、ね。でも人間の体ってほんと不思議で、ちびちびずっと食べてる方が吸収されてすっごい身になる。一気に5キロとか入ってくると、もう消化するのにもエネルギー使うから、うん、消化するよりももうなんか結構未消化のまま下してしまった方が早いみたいな感じに体が働く。あ、そう、確かに消化するのもエネルギー使うから、あんまり消化されないかも、うん。あとですね、さくらさんに質問がありまして、はい、なんでサングラスを取らないの？ああ、でも俺もそれちょっと思うね、正直。ちょっと気になるんですよね。シンプルに家の人が知らない。うち結構農家の絵に描いたような、なんだろう、ドラマに出てきそうな農家の本家みたいな、なんか農家の本家ガチだ。もうめちゃくちゃおばあちゃんが頭固くて、あー、なんかもう、それが怖すぎて感動されると思って。見バレしないようにという。そうですね、もうシンプルでそれ。あと職業も今事情あって東京来て、夜にちょっと、夜にっていかがわしい店じゃないんですけど、自分から言うちゃんとした夜の店で働いちゃって、ちょっとなんか稼がなきゃいけない、ちょっといろいろ家庭の事情で、はいはい、ちゃんとした、ね、でも田舎って結構噂がおひれついて広まっちゃうのが怖くて、ね、それはよく聞くね。で、硬い仕事もしてたから、なんかあんまりなんだろう、知られたくないっていう。なるほどなるほど、っていうのもあってサングラスを買いに。はい、もう一つ、追加でいいですか。なんでそのハートのサングラスなんですか。デザインね。なんか、柄悪そうって前のやつは言われる。なるほど、確かにそれは。シンプルなサングラスだと、なんか柄悪そうとか、あとタバコとか大嫌いなんですけど、すごいタバコ吸ってそうとか、なんか結構言われて。見た目ですごい判断。そうなんですよね、なんか柄悪そうって言われるのがすごい嫌で。中身の自分とのギャップ。なるほど、なるほど。そこが嫌やから、そうですちょっとこう、ちょっとおちゃらけた、なんか、なんだろう、面白い感じの、うん、パリピみたいな。パリピ、結局パリピなんですよ。ありがとうございます。マックスがすっごいもう、どんぶりご飯が来た。結構いい量。そう、いい量。あ、でも全然ちょうどいい。むしろ足りないかもしれない。卵に絡めたすき焼きご飯。絶対美味しい。これはやばいでしょ。どうですか。うん、すいません。ちょっと注文いいですか。牛バラを2つと、あと豚の、ロースを1つと、あと最初の薄い肉を2つください。はい。めっちゃ食べました。ご飯はいらないです。あ、肉に絞り。今日はもう肉でもう。ある。うますぎんの、これ、本当に。本当美味しい。
なんか申し訳ないぐらい結構食べた気がするけど全然足りない。マックさん、ちょっと真面目な質問いいですか？はい。一番尊敬するフードファイターはどなたですか？あ、っていう質問が絶対あの人だと思う。え、誰ですか？いや、なんかマックスさんが尊敬してる人って言ったらもうあの人って思っちゃう。あ、さくらさん、なんか誰かあれです、うん、どうでしょうか、マックス先生。二人いますね。いらっしゃる。一番って質問の答えになってないかもしれない、申し訳ないんですけど、うんうん、白田さんとたけるさん。ああ。これは正直どっちがあれとかできないです。1位2位は。どっちが1位とかではなくて、もう特に尊敬する方。理由はもう明白で、白田さんは日本でトップ。で、たけるさんはその後に世界で道を切り開いてトップ。うん。お互いね、1位を取らせてなかったというか。そこはちょっと正直に決められないですね。でもなんかそのなんかファイターってなると最近すごいよく思うんですけど、そのぶっちゃけ僕の中である程度やっぱ限られると思ってて、その大食いタレントとか大食い YouTuber とかそういう人はいっぱいいると思う、正直。いらっしゃいますね。僕の中で悪いとかいいとかそういう話じゃなくて、なんかファイターってスポーツとして捉えてやってる人って結構いなくて、僕はちょっと寂しいです、正直。そこがなんかこう、なんていうんですか、こう寂しいっすね。めちゃくちゃリアルなこと言ってるけど今、でもそれは思います。僕もね、あのマックさんがいろいろ伺わせていただいた中で、あの大食いはスポーツだっていう、教えていただくまでわからなかったというか、教えていただいて、あ、なるほどって思ってからタレントさんなのかファイターさんなのか違いが分かってきたってですね。そこはなんかマックスさんの中でこう、え、今のいいあれとかじゃないですか。そうですね、いいタイミングだと思うんで、ちょっと聞いていいですか。さくらちゃんってその例えばどっちタイプ？いや、私完全にファイターじゃない。じゃない。なんかやっぱり人に言われるのが気にしちゃって、あのファイターとして食べたら正直なんだろう、結構飲み物で流してる系になっちゃうみたいな、なんかそれで食べ物粗末にしてるとか言われるのがあんまりなんか好きじゃなくて、うちが農家っていうのもあるけど、やっぱり一粒米粒の一粒でももう大事にして食べて、美味しいで食べてるって思われたいっていうのがあって、ただそれだけだと飽きられるっていうのもあるから、たまに赤サングラスに変えてガチバージョンって言って、その時だけはこうガチでもう詰め込んでる感を許してくださいっていうので、赤サングラスバージョンでやってる時だけはもうファイターモードになってるけど、さくらさんってサングラスの色で分かるんだ。あ、そう、あ、赤の時はもう本気でもう結構詰めてるのを許してくださいっていうのは赤の時。でもあんまりやらない、本当に。普段の時はそのフラはもうピンクで美味しいって言いながら、チャレンジメニューでも最短記録を狙うとかじゃなく、その制限時間ギリギリいっぱいを使ってお酒飲みながら堪能して味わって食べてますみたいな感じでやってる。でもたまにこうガチガチというか、本気で。そう、でもやっぱりガチを見たいっていう人も限界を知りたいって言われる時もあるから、その時だけはもう赤にして、で今日だけはなんかちょっと流してる感とかそういうのを許してくださいみたいな。これさ、あの大会にさ、出ようと思ったきっかけって何だろう？もうなんかその働いてた時のお客さんが推薦して勝手になんか応募しちゃったの。じゃあまあ行くとなりました。じゃあ行きます、戦います。そういう時でどういう気持ちで戦ってんの？なんかいや何も考えてなかったかな。本当に何も考えてなくて、初めて大会出た2年前の時はもう楽しかったらそれでいいやみたいな、もう勝ち、自分の力も何にも分かってなかったから、とりあえず自分が楽しければそれでいいやみたいな感じで出て、したら意外にあっさり勝っちゃって、あれ私そんな強かったんだみたいな、強かったんじゃったっていうより、食べれるんだ、あ、こんな食べれるんだみたいなって思って、そっからそのまま流れに身を任せみたいな。それ大会中のさ、心境の変化とかってあった？例えばその美味しく食べる、いっぱい食べる、制限時間内でっていうのはあるじゃん、そのベースでしょ、で、大会ってなるとやっぱ戦いが加わってくる要素は、確かに。そこでその例えばなんか負けたくないとか、そういうのって出てきたりしたの？なるほどなるほど。いや、
正直見栄えがそれなりに叩かれなきゃそれでいいやと思っちゃってる自分がいる。すごい正直に話してありがとうございます。いや結構これねガチなんですよ。なんかあの汚いとか後からいくら買っても後から汚いとか食べ方あれだとか言われるぐらいだったら、うん、ちょっとぐらいなんかもうなんだろう限界までいかなくてもあのうん、なんかそれなりに見栄えが良くてそれなりの順位に行ってなんか叩かれないぐらいにいたらいいやって思っちゃってる自分がいる、うん、だから菅原さんとかすごい憧れてなんかもう本気で勝負って思ってやっマックスさんも本当にそのタイプだなと思ってて、え今の使って大丈夫なの？あ全然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 大丈夫、ね、結構でぶっちゃけトークなんですよね、うん、いや結構俺の中でウルトラぶっちゃけだと思ってますからね、うん、なんかだからその終わった後にあのどこまで行っていいかもう変あれだったらカットしていいんですけど、そうですね、終わった後にやばいってなってもうなんかどっかに消えるっていうことをお店の人とかの前でやらあとなんかその場でこうキラキラでやじ馬と事故っちゃうやつね、やじ馬とかの前でやらかすぐらいの限界まで頑張るぐらいだったらもうやじ馬の前でなんかありがとうございましたって笑顔で終わりたいぐらいの余力を残して終わりたい。なるほどね。うん、後から何か言われる方が嫌だと思っちゃう、うん、かその場の勝利よりもそっちを優先してしまう自分がいる、うん、だからそこがちょっとなんかダメだなと思う時もあるけど、いや俺いいと思いますよ、うん、でもなんかそれを通り越してまで頑張ろうって思えないなんか自分がいるっていうか、うんうん、良くも悪くも。なるほどな、これリアルで結構貴重な話ですね。最後の一口を口に無理やりなんかボロボロになんか汚くして詰め込むよりだったら何だろう見栄えよく終わりたいで、なんか詰め込まないでキリーとこれ321でなんか終了でなんか最後の一口ぐらいで終わりたいみたいな。なるほどっすね。なんか人のなんか言われるのを結構気にしちゃうかもしれない。でもこの話題って多分大食いないし早食いっていうその文化にで、うん、多分永遠にこれからも、うん、あるだろうテーマなんですよね、うん、そして答えは人それぞれだっていう、そう、あ、本当にそう、明確な答えは、うん、正解はないと思う、法律みたいにこれがこうだからみたいにないっていう、うん、それぞれが大事にしてるものが違うだけであって、本当ありがとうございます話していただいて、うん、すごい聞いてみたかった。限界を求めてまでもがむしゃらにっていうのを許せる人もいるんですよ。でも全国的の平均で見たらやっぱりそれをなんだろう、それを悪く言う人の方が多数決では多い。いや多分9割9割ぐらいがそっちじゃないですか。なんか長い方に巻かれてしまったタイプと巻かれてないタイプ。でも正直だからアメリカの大会心地いいんですよ。そうアメリカは許されるの。そうそれむしろこぼしてもそんなこぼしたの気にするぐらいってもっと食えよみたいな。そう集めて後で計量すればいいじゃん、うん、みたいなそういう感じなの、うん、見てる人がそうかも。勝負雑勝負世界ですね、うん、だあれがもう本当居心地よくて、だホットドッグで初めて、はい、あの大会に出た時にその居心地よさ感じて、もうそこからもうあれですよ、ね、うわーってなっちゃいました、ね、絶対そこで1位を取る。正直言うと、あー俺の居場所ここだって思いましたね。うん、僕は本当に思った、心から、楽しいって日本人はそれが少数派、正直、うん、そうですね。だから結構やりづらいところもある、うん、がむしゃらに行きたいって思う時あるのに、でも自分の中で後から何か言われたくないってセーブしてしまう、うん、まあ、坂井さんの場合はご実家の方が濃厚っていうこともあると思いますね。なるほどな、これは貴重だな、めちゃくちゃもう本音のトークでしたからね、うん、でも本音って言ったらマックスさんが今ライバル視してる人、あのこの間某チャンネルでなんかおにぎりの白飯大会みたいなやつがあって、はい、であの男木下さんとあとカマザイルさんがすごかったんですよ、うん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 、私マックスさんのライバルってラスカルさんって思い込んでたんですけど、あの2人がやっぱりなんかすごくて、あ物によるし、はい、そのなんだろう、その時のあれによって全然変わるんですけど、うん、なんかあのなんだろう男木下さんとカマザイルさんと、まあ、篠健さんあの辺の、うん、あのテレビの大会で戦ったことない人に対してどう思ってんのかなっていう、うん、これね、視聴者の方から意識してんのかなっていう、みんな思ってると思う。視聴者の方からもコメントいただいて、うん、実際どうですか？すっごい気になってた。正直言っていいですか？いいですよ、ね、そのまあお弁当さんの企画のやつ、そうライブで見てて、うん、はい、あ、やっぱ見たんですね。で、そのチームリーダーのサノッチさん、この前あの、で、うん、一緒でした、サノッチさん
とかもコメントしてるんですけど、うん、その僕が結構正直目についたコメントがあって、うん、そのマックスに逃げるなって言っとけサノッチみたいなコメントがパッて見えたんですよ、はいはい、ああと思って、うん、でもそのそれを僕正直見た瞬間に、うん、そのあそっかってそうやっぱそう 思われるのもあるんだなって正直思ったんですよ、うん、で同時に思ったのはでも純粋にカーザイルの記録だったり丁寧記録者さん、うん、まあ言ったらラスカル君とか、うん、他の出場者の方々もすげえなって純粋に思ったんですよ、うん、だから同じ条件でやりたいって正直思いました。あーローソンおにぎり、ローソンおにぎり75分で誰かが比べるのに出してて時間の長さ全然違うのにマックスさんが冬に1回の白飯のなんかあれと比べてる人がいて、そうそうそう、でも時間の長さとかそういうので全然変わってるから、それで勝手にマックスさんより上だって決めつけてる方がいたんですけど、でもいざ同じ75分だけでやったらマックスさんはそれに合わせたペースでやるからまた全然もうそれより全然いくと思うし、だからなんだろう本当の本気の勝負でどうなんだろう。でも本当にどうなんだろうっていうのは本当に純粋にやりたいなと思いました。視聴者の方もその本当条件をちゃんと揃えて間近で、うんうん、であの対決っていう場をやっぱり皆さん望んでる方が多いですね、うん、純粋に思いましたね。それは俺も見てみたいです。あ俺どんぐらいなんだろう、うん、えやります、侍でやります。あの応援者さんに許可取ってこういうのやっていいですかってそのなんかちょっとあれなんですけどみたいな、じゃあ見てくれる？いや絶対に、いや絶対にやります。もうすっごい気になってて、あれあれってオファー何日前くらいから来るんだっけ？ん？オファーあのあれライブのオファー、いや全然なんかツイッターで募集してるって聞いて、あそうツイッターで、ね、ツイッターやってないから、なんてな同じ条件でやりたいよな、うんうんうん、その何日前から告知してその準備期間とかもあるじゃないですか、うん、ちょっと確認しようそれは、うん、いやでも多分大っす、ね、正直俺が一番やりたいと思ってるんで、カーザイルの成長と視聴者の方も気になるんじゃないですか。やりましょうか。じゃあいいですか Y さん、これはありですか？おお二つ返事、即答だった Y さん、二つ返事、サムライズ代表が、なんか勝手にこう見てる人でマックスさんがその戦いから逃げたって言ってる人が結構いるのがすごい結構なんか悔しくて、マックスさんってどっちかって言ったらこう挑みのかかってこいみたいなところあるから、いや全然逃げたわけじゃないしみたいなのをなんだろう分かってもらいたいみたいな、なんか本気で本気の戦いを本気でなんか挑みますみたいなところ、はいはいはい、人よりなんかストイックです、そういう勝負に関しては。でもね、うん、結構今日の会話かなりぶっちゃけてますね。いやできれば俺カットしないで使ってほしいです。あのさくらちゃんと侍さん良ければ、うん、僕は、うん、あ全然うちとしては全然。本当ですか？もちろん、うん、なんかやっぱいろんな思いがありますよそこに対しては、うん、それこそね、僕らもまあすごいあれですけど、あ、お酒、チェイサーください、チェイサーチェイサーじゃない、ビールだからもはやチェイサー、もはやチェイサーなんか今度居酒屋で行ってみようか、チェイサーくださいチェイサーください、多分ウーロン茶行きますよですよ。なんかこう我々としても踏み込んでいいのか聞いていいのかっていうのは正直ありまして、あその部分に、うん、そうそうそう、まあ、あらもし、はい、すまんあ、それでいいいいっすよ、もう僕の存在なんかもう本当にもう、はい冗談っす、なんすか、あらもし、あらもし、どうしようかな、どういきますか、あ、リンゴは入ってないんだ、じゃあ、あらもし、梅酒、ロック、はい、ダブル、ダブルしてできますか、ダブルで、はいはいはいピーさん、すげえ、じゃあロックで、ね、すごいな、これ何杯ですか、多分今週の覚えてないから、覚えてないですよねザルなんだよな、楽しいと結構飲んでそうね、さっきからでもトークもね、食も全然止まらないですから、うん、でも、うん、でもやっぱさっきの話題に関してはやっぱいろいろありますね、思うところは、うん、まあ、言うのはね、いろんな人がいますから、そう、例えばなんですけど、はい、この侍のチャンネルでその演者の方とか選手の方がもし OK 出たらその大会やるとかってあるんですか？面白い、あ、え、大会、あ、いいですね、いや、なんか普通に思ったんですよね、そういうのもし、うん、今テレビであんまり大会やれないから、うん、そうなんですね、今規制とかね、あ、でも俺見てみたいっすね、まあ、ルールにもよると思うんだけどさ、うん、そのさ、さくらちゃんもしやるってなったら出てくる、あ、絶対出る、あ、マジで即答どうですか、Y さん、嬉しい、この
た絶対出ます。これまさか、まさかの本当に大会あるんじゃねえ、サムライチャンネルで。うん、やりたい。面白い、やりましたね。確かにそこ決めるのが面白いですね。なんか、本当ありがとう。お弁当チャンネルみたいな感じで、それよりも本当に大会みたいな、うん、お弁当チャンネルは一人ずつ順番だから、後からやった人の方がなんか前の人の記録分かって有利っていうところがあって、はいはい、なんかあれを超えたら自分は1位だみたいに分かっちゃうから、そうじゃなく用意とんで、うん、同じ時間内でその心理戦を交えながらみんな一斉スタートのゴールみたいな。なるほどね。その心理戦って結構大事。うん、なんかそれで結構崩れる人もいるし、なんか気合い入って上がる人もいるし、あ、同時にやるっていうのと別々にやるっていうの全然結構違うと思う。戦い方で変わってくる。 Y さん、これマジでありっすか、大会やりたい。 Y さん、マジで大会ありっすか。企画しましょう。企画までしてくれるか、 Y さん。嘘の代表カフィ場所と、はい、見たいな。一撃で作れる食材の準備と、あ、確かに。え、さくらちゃんのパッてイメージの中で、お、お、野菜いったね。野菜がなくなった。例えば、食材とか、うん、なんかこう、あるなんかその、例えばアイデアっていうか、やっぱ決勝はなんかちょっと、なんだろう、頭固いかもしれないけど、決勝はラーメンがいい。ラーメンでね、ジョッキできました。あ、これ何ですか。梅酒です。梅酒ロック。ジョッキできたよ。梅酒ロックダブルっていうかジョッキなんだよ。ジョッキなんだよ。梅酒ロックがジョッキできました。強いな。決勝のラーメンっていうのは分かる。なんか決勝はやっぱラーメン、なんだろう、ラーメンって一番ね、あの、難しいんですよ。一番難しいんですよ。うん、なんかいろんな要素が全て詰まってる食材がラーメンと思って、容量だったり心理戦だったり、なんか食べ方とか。熱いです。うん、お茶漬けでもいいけど、お茶漬けだったら45分もたないなっていう。もうあっという間に、ま、なんか満タンにできるから。まあね、水分なんでね。でもこれ食材はすごい、あのその大会が盛り上がるかどうかもあるし、うん、あの結構もう本当にすごい重要だと思います。確かに、もう大食いファイターたちが大食いファイターたちのためのみたいな、なんかそういう、ね、うん、俺らの中で誰が1位なんだよみたいなとかは熱いっすけどね。うん、僕らファンからしたらテンション上がるな。あ、お肉まだです。まだ食べるんだ。一番最初のやつ、あの3人前分。3人前分。すげえ、止まんないっすね。あ、でもあれ美味しかった。5でもいいです。この卵に絡めてご飯と一緒にすごい食べたい。マックさん、今野菜モードですか。はい、僕野菜モード。ちょっと話に夢中になっちゃって、そう、なんか夢中になってなるよね。ゴーヤがテロンテロンになっちゃった。すいません、すいません、お食べていただいて。そうですね、もう楽しいな、本当に。いや、なんかいろんな思ってることがこう、ね、すごい嬉しいです、今日。でもよくライバルとか意識してる、なんだろう、ライバル視してる人とかもすごい聞かれるけど、はいはい、大会と YouTube じゃまた変わってくるっていうか。あ、できますね、うん、YouTube でライバル視って言われたらもう大食い界全部、うん、大食いとはまた別ジャンルでやってる気になってるっていうか、そのはいはいはい、本命は交えてるけど、そうだね、でもエンタメというかね、ちょっと面白さ込みプラスお酒も込みみたいな感覚でやってるから、うん、YouTube で言ったらそのライバル視してるのは大食い YouTuber の YouTuber さんじゃなく YouTuber っていうジャンルをライバルと思ってて、全体としてどうする。でも大会って思ったらやっぱ双子ちゃんかな。あー、ハードクスインさん、まさかの普通に喋ってくれる。同期だし。あ、同期なんですか。そうなんですよ、同じ。半年違いか、半年前に私が出たぐらい、半年違いで同じ年から出たから、はいはいはい、だからやっぱツインズ、あの二人もすごい大好き、大好きであり、でもやっぱり、なんだろう、大会に出たらあの二人を目標というか、あの二人に勝ちたいなみたいな気ではいる。それとも俺本当素敵だなと思って、あいつをなんかこう、落としめてやるとか。あ、全然ない、全然ない、全然ない。むしろ相手も、もうベストコンディションで戦ってほしい。相手に万が一なんか、ちょっとあれっていう要素があったら、うん、それのおかげで勝ったって思いたくないから、相手も最高潮の状況で、っていうので戦いたいと思う。それが本当かっこいいなと思って、マックスさんもそうですけど。いや、勝負師ですよね、サムライさんのそういう面は本当に、
いや、そんなので勝っても意味ねえよっていう。そうそうそう、嬉しくねえんだよ、そもそもっていう。そうでしょ。お互いがベストを尽くした上で、じゃあどっちが強いのっていう、それがね、かっこいいっすよね。すごいのできた、すごいのできた。卵もう一個来た。嬉しい。じゃあちょっと2個にしてしまおう。ありがとうございます。すごいな、すごい、本当に鼻開いちゃってんじゃん。これこっちか。これは何人前に当たるんですかね。 5? あ、5人前あの昔のナイキのマークみたいなね。この全部こうな、何でもないですよ。すいません、ジェネレーションミスが、すいませんでした。分かる人は分からないって言ったらしますよ。よろしくもいっちゃおうかな、せっかく。本名なんですか以外だったら何でも。あ、逆に俺本名聞かちゃった。ダメだ。っすね、あ、さくらさん、あの視聴者の方の質問の中でテレビに出ないのっていう声も結構あったんですよ。これです、要因ってことですね。そう、なんか結構話はもらうんですよ、うん、なんかそれこそ有吉さんの番組だったり、なんか結構すごい、あ、声かけてもらえて嬉しいっていう大きい番組から話もらっても、うん、これが取れないっていうので、あのスケジュール開けといたはずなのに、前日とか2日前とかに上からやっぱり NG 食らったってね。そのなんか、まあ、やっぱり今回のやつばらけましたみたいな話になり、そうばらしでみたいに言われて、制作側のね、そのサングラス結構やっぱ目は口ほどにものを言ってあるので、わだからなんか結構スケジュール開けといて、もう撮影日はこの日ですって言われてたのに、ギリギリになってやっぱり上から NG 出ま、サングラスが NG 出ました、撮れませんかって言われて、で撮る気はないから撮れませんって言ったら、その時点でじゃあやっぱり今回の話なしでっていうのが今まで何回もあって。なるほど、ね、結構切なくもあり、でも自分の責任でもあるから、なんかしょうがないかみたいな。なるほど、ね、でも僕と付き合ってる時は外してくれてましたよ。なんで本当にごめんなさい。すみません。誰も笑ってくれないね。あれピン乗っちゃったんです。騙した。サングラスはかけてもいいけど、心のサングラスは外してね。はい、ビールとか。はいはい、そう。本当そう。言っていいですか、マリスさんね、まだビール一杯目ですから。まだ飲み切ってねえから。恥の上塗りしてすみませんでした。本当すみません。だマリスさん、あれさ、あんまこう食べてる時ってこう飲まないですよね。はい、聞いてて。そもそもお酒はあんま得意じゃないです。お酒というか飲み物もあんまり飲まなそうなイメージ。それできるのが逆にすごいなと思う。いや、でも、いや、結構飲むと思う、俺。大食いずつやの中で飲むと思う。じゃあ、辛いのってなんか大丈夫になったんですか？いや、嘘だ、あの、まず、なんか辛いやつ、マックスさんは絶対ダメだと思って、正直全然勝てると思ってたら、辛いやつ普通にめっちゃ食べてるから負けたの。辛いの大丈夫じゃんと思って。いやでもあれマジで精神を研ぎ澄まして、うん、集中したら辛いけど無視できないレベルじゃなかったあと思ったね。あれで気づいた、これストイックもうそれよりももうファイターの方のやっぱアドレナリンなのか、スイッチ違うの限っちゃったわけですね。いやだ実際そういえばラスカル君とかいて、あ確かに、ドラゴ君とかガチ勢が来てて、だってやっぱ真剣になっちゃいますよね、うんうんうん、普通に精神を研ぎ澄ませる。もうこれ下手なことしたくないですやっぱり、うん、彼らの前で生半可というかね、勝負師ですね。じゃあ一番ライバル視してる人は、尊敬じゃなくライバル視、すごい気になってた、誰だろうと思って。さくらさんはあのハラペコさん、はい、うん、マックスさんのアイドル、そう、ファイターだよね、うん、ファイター的なってことですよね。そう、 YouTuber とかじゃなくて、うん、あ、でも僕は YouTuber としてのライバルを聞いてみたいかもしれないです。タニアンっぽい、あ、違う、みんなすごすぎてタニアンだったと思った。あー即答だった。YouTuber としてはもうみんながもうすごすぎて、うん、ファイターとしてはライバル、ライバルっていうか意識してるのは、うん、ラスカル君、あやっぱりドラゴ君、うん、あとま
この前の大会で、出場された丁寧木下さん、僕なんかその大先輩で記録もすごい方なんで、うん、意識なんてちょっとおこがましいんですけど、まあ、丁寧木下さんとあとやっぱ川添、私の健さんかな、マックスさんらしいですね。ライバル、ライバルというか意識してる方っていうニュアンスの方が近いですね。なんか正直言うとライバルっていう感覚はなくて、なんていうんですか、正直自分を見てる、僕が気にしてるのは僕よりレベルの上の人なんですよね。そのアメリカの大会の僕が今年5位だった4321の人、だからライバルっていう見方じゃないんですよね。壁山っていうかっていう感じです、本当に正直に。なるほどなるほど、っていう感覚ですね、僕は。他のファイターに関しては、よーし、すいません、あ、すいません、やってくれた。僕がいろいろ質問ばかりしたんで食べてますね。いや、もう全然全然全然楽しい、食べてください。あ、よかったですね。すいません、僕はお肉これで大丈夫です。やっぱりね、ま、お酒をね飲むとね、そんなに入らないっていうね。いや、俺マックスさんが食べながら飲むっていうのは初めて。そうなんですね、初めてですね。このチャンネルで飲んだことないですよね。ナイスナイスナイス、あ、でもなんかありっすね、なんかお酒の。本当ですか、うん、多分僕一杯ぐらいならまだこのゆっくりだったら、まあ、自分を見失わないでいける。ギリギリのライン一杯ですけど。逆に見失ったね、思った、見失ったの。いや、カメラ回せないですよ、多分。カット多くなっちゃってしょうがないと思います、多分。あ、俺、まあ、もちろんマックスさんもサルさんもそうですけど、酔っ払った時どうなんのかなっていうのがなんかふと気になるんですよね。なんだろうな、こう、すごい、わかりますね、この感覚というか。盛り上がるだけ盛り上がって死ぬタイプですよ。一番人に迷惑かけるタイプ。即死するタイプ。俺楽しいじゃん、みんな楽しいでしょってタイプになっちゃうんですよ。あー、で、即死、即死。さくらさんどうですか、あんま、まあよほどのことがない限り酔っ払わないと思うんですけど。いや、でも具合悪い時に結構ホタテの生のホタテアレルギーだから、それを前の日にチャレンジメニューに出てきちゃって食べなきゃと思って食べちゃったんですよ、ダメなのに。それちょっと危険だね。体調がめちゃくちゃ悪い時にコラボでももともと次の日になんか約束してたから10分で今日月2本ぐらいのなんか10分で2本飲んで、いつもだったら何ともないんですけど、やっぱり体調すごい悪かったから、ちょっと具合悪くなっちゃって点滴。それが人生で最初で最後の具合悪くした時。いや、まずそもそも10分で強烈2本はエグいっすよ。いやでも普段だったら何ともないんですよ、本当に何ともなくて。だから大丈夫だろうと思ってやったら、やっぱ体調が悪かったからちょっと体がついてこなくて、その時はもう具合悪くしたり、あと眠くなる、眠くなるか、もしくは普段やっぱりいろんなんだろう、普段抑えてるものが込み上げて泣き出す、泣き出す。あ、見たいですけど。何泣き出す、ね、どういうこと、ね、寝るか、ピークまで行ってやばいっていうとこ通り越したら寝るか泣き出す。でもそこまで行くまでにもう尋常じゃないぐらい、もう何十、正直ずっと飲んでても大丈夫だから、体調の悪さとかいろいろ重なって何十リットルか飲んだら、たまに、でも人生で2回ぐらいしかない。俺、さくらさんが泣くってことみたいっす。泣くってね、よっぽどだよね。いろんなものが込み上げてくるんでしょうね。そう、山手線2周した時はなんか30分しか寝ない日に仕事で山手線を2周回って、寝て眠ってしまって2周回った時で、有楽町でセクハラされてたのに気づいて目覚めした。最低な日だ。最低だよ。いや、なんかしかも有楽町、はって目覚ましたら隣の知らない人が肩組んでなんか結構触ってて、はい、で右隣に女の人、知らない女の人が座ってて、で左にそのヤバい人が座ってて、で有楽町っていうアナウンスで目覚まして、でもその頃って引っ越してきたばっかりだから有楽町がどこか分かんなくて、あっって気づいて、確かにないね、聞いたことない名前のなんかアナウンスがされたと思って、はって目覚ました時になんかこう撫でてる手があったから、はっと思って思い、なんか反射的に手叩いて、じゃあその扉開いた瞬間にその人が走って逃げていって、まあまあ、まあ、で呆然としながら何が起こったんだろうってぼーっとしてたら、右隣の女の人が
なんか、え、今の人彼氏さんじゃないですかって聞かれて、で、全然知らないですって言ったら、なんかずっと肩組んだまま、なんかずっと頭とかずっと撫でてましたよって言われた時に、あー、なんかやばい、ミスったとか。え、それって俺と付き合ってる時はい違う、あ、違う、はい、あ、なんすかこれ。あー、デザート。かわいい。違う、何これ。アイスだと思います。アイス。あ、締めというか、うん、もう結構食べてる。さかなさんです、一足お先にちょっとデザートをちょっとすいません。付き合ってる時に言ってくる、嘘吹いてる場合じゃないほんとすいません、マジ、ほんと申し訳ございません。こういうリアルな話聞けるのいいっすね。この企画好きっすわ。あの話してる方も僕は楽しいです。すいません、もうなんか楽しんでるだけでなくて、あ、良かったです。言っておっしゃってね、もらえるとなかなか聞けないのと、これは面白いっすよ。でもちょっと僕本当今日ハッと 思ったのは、その聞きづらいって、うん、あのゴリちゃんゴリラでも気づかない。ゴリちゃんがこうシャッターの向けた時にああって思いました。うん、そうなんです、うん、あの気になる方はやっぱいらっしゃるんですよ。気になるんですけど、でもそれはやっぱりこう、まあ聞いちゃい、まあ、プライベートゾーンというか、まあ、人として聞いていいのかなみたいなところとかはあって、うん、だんだんこのシャープライティングチャンネル、人間味が出てきましたね。だいぶね。結構マックスさんってストイックにやってるイメージあるから、人間味あるところを見たいのがファンの気持ちかもしれない。一ファンからするとやっぱりこう常に調整し続けてし続けて、この人すげえな、この人すげえなってなってると同時に、プライベートというか、え、なんで太ったんだろうとか、どれぐらい食べるんだろうとか。でも、僕あの、あ、もう小さいが、サムライブルーの方と接してる時は、カメラ回ってる時は、マックス鈴木ですけど、回ってなかったら鈴木たまさんですよ、これ結構マジで。あ、僕はすごくそうですよね、どっちかっていうと。これ、Y さんとか、あの、H さんの絡み見てると結構そうですね。カメラ回ってない時、デスが楽しいっていうのがね、いいっすよね。ぜひ、さくらさん何ダージリウメシのロックのダブル、あ、何、大事そう、あの、ピッチ、あ、ピッチャーじゃない、チョッキピッチャーピッチャーピッチャー、はい、あの、そろそろ1時間経つんですけど、そんなにまだいけるそんなあれなの、全然、全然、いけるんすね、すごいな。しかも、ダージリンですって。いや、なんか、全然なんともない、なんともない。だって、あの、お隣の元彼さん、あの、一発結果でございます。これがあれですね、いわゆる、主語の方ですね。顔色一つ変えず、え、もうラストでしたっけ。お肉ってまだ、ちょっと今日1個食べてもらう、あ、いいですか。ラストオーダーいきますか。え、じゃあ豚バラ3人前と牛の一番最初のやつを3人前とあの、なんだっけ、2枚の大きいやつ、うん、あれ3人前、3かけら3かけら3、すげえ。なんか、サラさん、ちょっと今ふと気になった疑問が、視聴者の方とか書けなくて、あの、お酒飲んでる時に大食いすると、まあ、シンプルに飲み物と食べ物じゃないですか、うん、なんか、食べづらいとかはないんですか。逆に入るとかってあるんですか。もちろん、あ、今口に入ってるのかなってか、体調がいい時だと、飲むと入る。飲むと入る、飲むと入る、あ、ありがとうございます。ダージリン梅シロップダブル、おしゃれなやつ、ダブルどころか結構もうダブルどころじゃない、入ってる。え、どんな感じですか。ダージリン梅酒って全然味の想像がつかない。ジュース。聞いた俺が間違いない。ジュースじゃないっすよ、だから聞いた俺が間違いない。あの、一応アルコールゾーンのメニューなんで梅酒って言ってます、ね、ジュースではない。ロックだから結構ジュースあると思う。うん、梅酒言うとりやないか。お酒飲んでる時の方が入るな。でもちょっとなんかあれ、種類が結構いっぱい、そうなんですよ、お酒の種類が、本当このお店本当におすすめです。うん、すごいね、いっぱいあるね、本当にいっぱいあるね。飲み放題だ、出していいのかな、そのお酒っていうのはあれですよ。あ、そっか、飲み放題か。そうっす、ありえない、やべえな、飲み放題&食べ放題です。うん、すみません、あの、僕アイスおかわりってありますか。そこすごい美味しかったんですけど。あの、この お餅とアイスのなんかこのこっちの白いやつ、もし可能でした、わかりました、すいません、ありがとうございます。いや、結構本当に美味しくて、本当に美味しい、もうずっとゆっくりあの食べてくださいね。いや、おかわりするってことは相当うまかったやろな。美味しいよ、本当に。
ばっすね。ずっとそれ喜んでるもんね。これは来ますね。食うっていうか、なんかね、あれなんですよね、人に紹介したくなるお店って感じですね。なんか、おおいった。完食。美味しかった。飲み物ってまだ大丈夫ですか。大丈夫です。ビール、生ビール。はい。じゃあ閉めますか。もう最後のも店員さんもチェイサーって言ってるから。チェイサーじゃないから。ビールやからね。じゃあですね。顔が。じゃあビールが来たということで。はい。お疲れ様でございました。お疲れ様です。いやもう今日はですね、ちょっとさくらさん来ていただいて、ちょっと僕もお酒をこうたしなむという、うん、ちょっとかなり珍しいサムライナー初めてだったかなという回なんですけれども、僕的にはそのもう程よくだったらちょっとトークが弾むのかなってお酒入れたらって思ったんで、すごい勉強になったし、そもそも楽しかったです、うん、何よりもやっぱりお肉が美味しかったのが一番だったかなと。いや本当に美味しかった。申し訳ない美味しくていいお肉すぎて、なんかお店の人に申し訳ないなみたいなやつでした。じゃあこれ飲み終わってごちそうさまでします。出すね。わかりました。はい、しっかりと僕はお茶でじゃあ締めのおいしょ。じゃあ締めのバーイ。おいしょ。バーイ。イエーイ。お疲れー。いいですね。早いんだよな、早いんだよな、マジで早いんだよ。ちょっと飲めてねえじゃねえ。ごちそうさまでした。分かってる。後でしっかり後でしっかり飲みます。お疲れ様でございました。ありがとうございました。